ピアノの魔術師と呼ばれたリストのコンソレーション第3番をお届けします。Thank you.
コンソレーション3番をお届けしました。集中して練習すればできるんです。実に細かいフラットシャープ調合の多い曲を読み解き集中して練習すれば必ず難しい曲も弾けるようになります。できないのではなく、どうすれば練習がうまくなるのか、みんなで考えてみましょう。できないから諦めるのではなく、どうすればうまく曲を表現することができるのか、どうすればもっと上手になれるのか、考えて前向きに練習を重ねることは大切です。ピアノ演奏のコツから表現力まで楽しく学びます。それでは良い子の皆さんも少しずつ前向きに練習を重ねてください。ピアノ上達が身につく、これは集中して曲を読み解く、できると思えばできるのです。それではバイバイキン。